茨城県立三都第三高等学校は、茨城県三都市三の丸にある県立高等学校。同校は、男女共学であるが、事実上女子校として、長らく歴史を刻んできた。しかし、2007年4月入学生から本格的に、男子生徒の入学を受け入れ始め、初年度は普通科に12名の男子生徒が入学した。なお、男子生徒受け入れは、 全学科が対象である。当校の本格的な教学科によって、水戸地区のこの学力クラスの男子生徒の普通科公立高校の進学先が確保された。これまでは、近隣の水戸桜の牧高等学校の水準に届かない男子生徒は、日立中市にある勝田高等学校や近隣の私立高等学校へ進学する流れがあったがこれで解消したと言われる。また、 同校の略称は参考である。茨城には、水戸のほか、土浦、古川にも参考があるが、地理的に離れているので、県央地域で参考といえば、当校のことを指す。JR 水戸駅から徒歩約7分。大学進学率は約70%、国公立大学進学者は例年30から35名ほどで、南関私立大学への合格者もいることから、 入学難易度とともに中堅進学校と言える。戦術の通り、まだ女子生徒の卒業生がほとんどのため、進学先は茨城大学、常磐大学、茨城キリスト教大学など、地元志向が強いことも特徴である。山岳部、なぎなた部、陸上部、水泳部、卓球部などからインターハイ出場選手を出している。2003年の大会では、 女子引込みで2位となっている。ありがとうございます。